2020年9月に宮田村で暴力団関係者と見られる男性が拳銃で撃たれた事件で警察は重要指名手配犯の男を仙台市で逮捕しました殺人未遂の疑いで逮捕されたのは指定暴力団絆会幹部の金澤茂之こと金茂之容疑者です警察によりますと金容疑者は2020年9月宮田村の店舗駐車場に止めた車内で 暴力団関係者とみられる男性を拳銃で撃って殺害しようとした疑いです金容疑者は重要指名手配犯として全国に指名手配されていてフリーダイヤルに仙台市内で似た人物を見かけたと匿名の情報提供があり警察が捜査していました金容疑者は仙台市内の集合住宅にいることが分かり午前4時半ごろ逮捕されました 警察は金容疑者が容疑を認めているか明らかにしていません。